高木清秀、徳川16神将の一人、戦場で負った傷は45箇所。今回ご紹介する武将は高木清秀です。こちらの武将は油林地様よりリクエストをいただきました。動画にさせていただきましたので、お楽しみいただければと思います。高木清秀は水野信元に仕えた後、織田信長、そして徳川家康へと主を変えました。その有名はかなり知られていたらしく、生涯で45もの傷を負いながらも天誅を全うしています。彼の戦続きの生涯はどのようなものだったのでしょうか。水野信元に仕えるも、一旦自拠して織田信秀に仕える。大永6年1526年、高木清秀は誕生しました。父は高木信光といったようです。彼の生まれた三河高木氏は三河の碧海軍に起こったとも言われています。清和源氏の流れを組んでおり、清秀の時に尾張に移り、水野信元に仕えました。水野信元は徳川家康の叔父にあたる人物です。家康の母、お代の方の異母系ですね。知多半島の統一に乗り出そうとしていた実力者でした。しかし信元に仕えた当時の清秀はおそらくまだ若かったのでしょう。そして主従の間には何らかのすれ違いが生じたのかもしれません。清秀は一旦信元のところを去り、織田信秀に仕えるようになったのでした。武名を挙げ、水野信元のところに帰参する。清秀の名が一躍有名になったのは天文17年1548年、第二次安月坂の戦いの時のことです。かつての主、水野信元は織田方に鞍替えし、今川方の松平広忠に嫁いでいた織田の方が離縁となっていました。そして松平広忠は幼い息子武千代、後の徳川家康を今川の人質として駿府に送り出したのですが、途中で裏切りに遭い、武千代が織田方に引き渡されてしまったのです。しかしそれでも広忠が今川方につくことを選んだために起きた戦いでした。戦い自体は織田方の敗戦に終わります。あの大元節制が松平方の援軍に現れたのですから、まあ無理ゲーですよね。しかしそんな中でも清秀は敵の首級を挙げ、信秀から直々に褒美を受け取り加増されたそうです。さて、何らかの原因で水野信元のところを去っていた清秀ですが、信元も武名を挙げた清秀を呼び戻したかったのかもしれません。それから間もなく清秀は信元のもとに帰参します。信元は織田方に属したことで今川を相手にしなければならなくなり、織田は織田で信長に代替わりし、内紛が続発したこともあり、戦に強い人材はいくらでも欲しい状況だったのでした。戦場での大活躍、そして徳川家康との初対面。永禄元年1558年頃からは今川義元による攻撃が本格化し、なんと今川の人質だった武千代が成長して松平元康となり、水野信元と石ヶ瀬川の戦いで対決することになりました。清秀は水の方の一員として参加し、短期で乗り出して敵を偵察、そして敵方の石川数正とは7度も槍を交えたそうです。松平元康だとややこしくなるので、この後は徳川家康で統一しますね。しかしこの間に桶狭間の戦いが起きて、今川義元が討ち死にすると、家康は信長と清洲同盟で和睦を結びます。仲介したのは家康の叔父である信元で、親戚同士が戦うことはなくなったのでした。永禄6年1563年になると三河一向一揆が勃発します。家康の大ピンチに信元は援軍を送りますが、清秀はそこに加わり、負傷しながらも奮戦し、
鎮圧に一役買いました。その活躍は家康の耳にも届き、清秀は三河にあった高岸の元々の領地を与えられたのです。武の家臣にそこまでするのは異例のことでした。この時が清秀と家康の初対面だったそうです。長島一向一揆で敵陣に短期突入。その後も清秀は数々の戦に出陣し、次々と功績を挙げました。姉川の戦いに参戦して功績を挙げ、さらに武名を挙げたのが天正2年1574年の第3次長島一向一揆の時です。織田勢は一向一揆の凄まじい抵抗の前に苦戦が続き、敗走しかけていました。しかしそこで清秀はただ一人敵陣に突入し、獅子奮迅の活躍で敵を切り崩し始めます。そして諸将も清秀に続けとばかりに勢いを盛り返し、一揆勢を敗走させたのです。清秀はこの場で一揆の頭目である青林坊を討ち取りました。この様子を見ていた信長は、あの白い羽織を着て突き進んでいるのはきっと高木であろうと言ったそうで、直心ではなくとも清秀の武勇が信長にまで知られていたことがわかります。主を残言で失い、残言した張本人の与力となる。長篠の戦いでも活躍した清秀ですが、それからわずか半年ほどの後、なんと主水野信元が中殺されてしまいました。信長の家老佐久間信盛が信元が武田に内通していると残言したためと言われています。そして信長の命令により、実の甥である家康が手を下したのでした。なんともショックな出来事です。しかも清秀はその後、残言をした佐久間信盛の与力につけられています。なんとも酷な命令ではありませんか。彼の内心はどうだったのか想像するしかありませんが、戦乱の世を生き抜くためには信長の命令に従うしかなかったのでしょうね。そして清秀は佐久間信盛の軍勢に加わり、石山合戦に参加、信盛に献策するなどして戦を有利に運びました。また信長に突如反旗を翻した松永久秀がこもる千木三条攻めでは、一番槍をつけ、同じく信長に謀反した荒木村重の有岡城攻めでも最初に兵に取り付くなど、常に先陣を争っていたようです。その後佐久間信盛が信長によって追放されたため、清秀は信長の直臣となりました。家康に招かれて家臣となる。しかし本能寺の変によって信長はあっけなく倒れてしまいます。すると清秀に誘いをかけたのは、かねてより彼の武勇に目をつけていた徳川家康でした。清秀は家康に召し出され、一線国を賜り、徳川家臣の列に加わったのです。すでにこの時57歳、後に徳川十六神将に数えられたとはいえ、出仕はとても遅かったのですね。ただ数々の戦場で武名を誇った清秀は、他の武将たちからも認められていました。小牧長久手の戦いでは内藤正成と軍艦を務め、敵に遭遇しても自慢の槍であっさりと突き殺しています。また若かりし井伊直政との逸話もありますよ。小牧長久手の戦いは豊臣秀吉と家康の戦いということで、諸将にも緊張感が走っていました。そしてまだ若造の井伊直政は清秀に取りすがり、今日の戦では私は功名を立てられないと思いますと言って泣いたそうです。清秀はいやいやそんなことはと慰めたそうですが、普代ではなくともいるだけで頼られる存在だったのかなとも思います。さて直政ですが、そんな風に泣いてみたり、家康とも今生の別れをしてみたりしたくせに、いざ戦が始まった途端に井伊の赤鬼に変貌して敵を蹴散らしました。ある意味清秀も赤鬼の誕生に貢献したのかもしれません。老いても心は武士のまま、関ヶ原行きまで志願。小田原征伐に従軍した清秀は、家康の関東移封後、相模などに五千石を賜りました。
そして文禄3年1594年に三男の正嗣に家督を譲り隠居します。しかし家康の会津征伐の際には下野にまで参陣し、秀忠から羽織を賜りました。実は秀吉存命中には名古屋に馳せ参じ、そこでも羽織を賜っていたそうですよ。元気なじいさんだなと思われていたことでしょう。そして関ヶ原への参加も直訴したのですが、さすがに家康からもう年なんだからと諭され、関東を守るよう言いつけられています。この時清秀75歳。その方がいいと思う。このように生涯を通じて武士の心意気を持ち続けた清秀は、慶長15年1610年、85歳という長寿を全うしました。生涯に負った傷は45箇所、参加した戦は数知れず、戦乱を生き抜いた見事な生涯でした。まとめ、水野信元に仕えるも一旦自拒し、織田信秀に仕えた。武名を挙げると水野家に帰参した。水野方の武将として活躍し、主君ではない徳川家康からも褒章を受けた。長島一向一揆では短期で敵中に突入し、織田信長を感心させた。水野信元の死後は佐久間信盛の与力となった。本能寺の変の後、家康に招かれて家臣となった。年を取っても戦場に出たがり、家康に諭されたこともある。生涯で負った傷が45箇所とは、やはや凄まじき猛将ですね。彼に取りすがってピーピー泣いた井伊直政も、後に戦場では傷だらけになって戦ったといいますから、すでにこの時何か通じるものがあって、清秀の心意気を受け継いじゃったのかもしれませんよ。ちなみに清秀の息子正嗣は河内丹南藩主となり、家は明治維新までしっかり続きました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。